殺してやる。大好きだから今でも、そのだから出たがりだったんですけど、10回以上はアンコールで飛び入りってなってますね。辞めた時もね、大泣きしたんですよ。でその思いを伝えたいからゼノンにゾットのメイクをしたんですね。で書いている姿をこの間初めて知ったんだけど、デイさんはそれ見て泣いてたらしいんだよね。なんで辞めちゃうんだ、俺もなんで辞めるんだろう。で未練たらたらだからこんな出ちゃうんで中途半端なんですよ。大阪のバンドだと思ってます。すいません。ファイナルブラックマッシュツアーリビングレジェンドは、それぞれの場所でそれぞれの人々の思いが一つになれた時間と空間であった。共に過ごした時間が愛しい。しかし全てが終わったわけではない。世紀末17年間の集大成はまだこれからなのだ。ツアーが終了してからも、世紀末とスタッフは残されたわずかな時を共に過ごしていた。世紀末の17年間に及ぶエンターテイメントの最後の瞬間を共に作り上げるために、連日の会議は深夜まで続き、ラストシーンの演出は試行錯誤を重ね形になりつつあった。舞台監督の山村はその瞬間を繰り返しイメージし、その成功を誓う。しかし山積みにされた未解決の問題を抱え、彼は眠れない日が続いた。時は容赦なく過ぎていく。東京ベイNK ホール、世紀末の究極のエンターテイメントを完成させる最後の3日間が始まろうとしていた。その準備は不眠不休で続けられ、極限状態の中ステージは完成した。やっぱりこうなんていうかな、世界観、その世紀末の世界っていう部分が、要するに、あ、彼らはこういうところにいるときっと気持ちよくこう演奏ができて、こう生活できてっていう、なんか世紀末の世界っていう部分をずっと考えてるから、でなんか自分の思い通りっていう か, なんか形をになったし、でそういう世界を一緒にやれたからよかったなと思います。ステージを前にメンバーは、俺に関して言えば、すごく熱い部分と、それからちょっと一歩引いて、ちょっと冷めたっていうほどでもないけども、ちょっと冷ました部分とのバランスがすごくうまく取ることができたんで、常になんかこう楽しんでできたなっていう、で楽しむためにより一生懸命リハーサルしたり、自分に何かを貸してやったりっていうのが、要するにそれは楽しむためっていうすごく大きな目標があったんで、でなんかこんだけ長いことできたような気がするけど。そして歴代の構成員も集結、この日のミサに花を添える。今ハゲたということで、はい、すいません、もう一回戻ってきてください。やっぱりデーモン小暮という悪魔はなかなかもう、まあ、旗から見てても分かると思うんですけどね、ものすごいパワーと、まあ、持続力、継続力、そういうのを持ってるんですよ。まあ、継続は力ないって言葉がありますけどね、彼はその継続っていうのがすごく、できる悪魔だったから、まあ、例えば今のメンバーがそのボーカル以外全部変わっても
言ったからにはやるだろう、やる男だとは思ってましたけどね。長い間お疲れ様でしたって心の底から思いますよ。打診乗った感じですね。いやもう大学時代の青春そのものといった感じですね。プレーの面でですね、自分にはやっぱり自信がなくてですね、辞めてしまったということがありますんでですね、外から見て湯沢氏すごく完璧なドラムを叩いてますんでですね、かっこいいなと思って思いますんで、自分じゃなくてよかったんじゃないかな、自分がここにいなくてよかったなという感じで思ってましたですね。脱退の理由はですね、一番大きいのはやっぱり自分の、まああれですけども才能にちょっと自分自身で自信を持ちきれなかった点があったんで、音楽の道で食べていくのはやめようかなっていうのを思ったことで、じゃあもう世紀末もないよっていう判断で自分から自主的に小暮さんに脱退しますってことを言いました。ルーク参謀はこの時を万感の思いで過ごしていた。リズムが戻ったらもうやっちゃって前。別れの理由っていうのはね、だから子供の頃とか問題児だったからずっとだから学校とかでもやっぱしょっちゅう問題を起こしてて、割とずっと煙たがられてきた印象がどっかの心の傷であるんですよ。でそれがある日突然もっとギター弾いてくれって言われる状況がバッと周りに出た時に、何のことだか分かんなかったっていうストレスがあったんですよね。それも一因だったなっていう。でそれとやっぱ自信がついてきたアメリカでやりたいっていう気持ちと、なんかそういうののタイミングがあそこで合ってしまって、でふとしたきっかけでポンと飛び出したっていう。ただそれは何だろう、ある意味僕にしか分からないポジションだったのかもしれないですけど。ジェイル代官を見つめるルーク参謀、彼は世紀末に加入した頃を思い出していた。大橋なんかと俺っていうのはもう全然違うなって思うことの一つには、大橋っていうのはもう大橋なのよ、ずっと常に。俺はなんかさ、世紀末に入ってきて世紀末用に変えられたのねような気がすんの俺は。だから世紀末に入らなかったらこうじゃないんだよね多分ね。ああいう曲は書かないだろうし、ああいうステージングもしないだろうし、ましてやあんな服着ないんじゃないかみたいな気がするの、なんとなく。だから世紀末で世紀末という食べ物を食べて、すごく世紀末のように成長したんだよね多分。でそこでは、まあ、今思うとそういう成長の仕方はなかったなとかさ思う時もあるんだけど、ちょっと失敗したかなあれはとかさ思うこといっぱいあるんだけどさ、でもまあ成長ってそんなもんだからね。なのでやっぱりジェイル大橋の後にポンと入ってきて、よくまあ我慢して使ってくれたなっていう気が今はすごくしてるね。歴代構成員も胸に秘めるものがあった。初代ベーシストゾッド親分は最も強く世紀末を愛した男だったのかもしれない。約束事とは言いながらもったいないよね。衰えてない、衰えないんですけどね、顔がこうだから。その約束事があるから僕は帰ってきても居場所があるんですよ。だから13人も集まれる、一本ずっと取ってるから。大橋も辞めたし、いろんな理由があって辞めたかもしれない、話深いかもしれないけど、でも13人でこうやってちゃんとできるのはやっぱりデーモン小暮がいるからであって、世紀末がしっかり続いてるからであって。